共産党の山添拓です今日は貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。昨年9月の北海道胆振東部地震では、全道が停電するブラックアウトが起き、大規模集中発電の災害に対する、まあ、脆弱さが露呈をしたかと思います。当時の電力需要量の半分を、トマト集ツ、ま、マ石炭火力発電の3機が一手に 供給をし、三機とも停止をしたことで結果として全道停電を引き起こしました。私はここから二つのことが言えると思います。一つは、電力の安定供給のために大規模集中発電には課題があり、分散型への転換が必要かつ有効と言えるのではないかということです。でもう一つは原発だのみのエネルギー政策との関係です。原発は震度五程度の地震で自動停止をいたします。もし 泊原発が稼働中に地震が発生すれば、地震そのものによる損傷がなくても、原発が緊急停止し、全動停止に至るリスクが大きかった可能性が指摘されています。分散型とは対極の大規模集中発電である原発は、電力の安定供給という点で、決して他より優れているとは言えないのではないかと考えます。このの点についいて大大山山参参参考考考考人人人安田おおえをお聞かかせいただけますでしょうか大山参考人 えっとまあ、北海道の話でいうと、えー、確かに非常に大きなトマト集まという、半分になってたという問題があったかと思います。でそれについては、あのー、やはり北海道の、えー、全需要に対する比率から考えると、ちょっと大きすぎたんじゃないかなというのは、私も感じているところでございます。で、えっと、そういう意味では、分散化集中化って、まあ、あのー、1か0かではないと思いますので、 えー、そこまで集中するのはちょっと問題があるかもしれないけれども、えー、と全部を分散に頼るというのは、またこれもまた難しい話かなというふうに思いますんで、えー、それはやっぱりあのバランスを保ちながらやる必要があるだろうなと、で本州で考えれば、えー、同じ程度の何万キロワットという意味で、同じ大きさの発電所が止まったとしても、全体に対する割合はずいぶん小さいんで、北海道の周知に比べれば、分散に近いという面もあるかと思います。 であとあの、原子力発電の場合は、まあ、事故を起こしたらもう話になりませんのであの地震があったら安全のために止まるこれもも,もちろん当然の話であってそうするとそれはあの、えー、逆に言うとそのためにブラックアウトするかもしれないこれはあのもちろんそのおっしゃるとおりで、えー、それを起こさないようにする対策は運用面での対策を含めてしっかりやらなきゃいけないのかなというふうに。 思っていますですからあの、トマト集まりに比べて、トマリンが動いたときは楽になるなんていうことはなかったのは確かで、安田っ、はいえー、とじゃあ、私の方からもお答えいたしたいと思います。まず、あの北海道のブラックアウトに関しましてはあの、電力広域的運営推進機関から詳細な報告書が出ておりまして、結果的に、えー、石炭火力3基が集中していたことが原因ではないと。 いう結論になりました、えー、石炭火力3基が短時間のうちに、えー、ダウンしたというのは事実ですけどもそれ以外に送電線4箇所が地震動によって瞬間的に、えー、ダウンしておりましてそこが原因だったとシミュレーション結果さまざまなシミュレーション結果からも明らかになっております。ですので一般論として大規模集中型よりは分散型がいいというご意見があるというのは多くの、えー ご意見があるというのは理解できますけれども、ブラックアウト、北海道のブラックアウトとは全く問題が別だということは、えー、ぜひ科学的な観点からご認識いただければと思います、でその上で申し上げますと、分散型電源も、えー、分散型になればなるほど、ブラックアウトに強くなるかというと、そうでもなくて、別の問題も発生します。 結局のところ、えー、と私がさ先ほど、えー、意見陳述時に申し上げましたように新しいシステムを新しい技術を導入するにはルールを新しくしないとそこのところで難しい問題が発生してしまう分散型電源になれば何でもバラ色だではなくて分散型電源もやはり課題はありますしただそれは乗り越えられない課題ではなくて日本の技術力を持ってすれば乗り越えられるんですけれどもそこに 法律とかルールが伴わないとあの隙間ギャップが空いてしまっていろいろな問題が発生する。まあ結局のところ、えー、ルール制度そこのところをしっかりしていくというのが重要になるんじゃないかと思っております。山添拓君、あのありがとうございます。安田参考人に加えて伺いたいんですが、あの安田参考人はじめとする研究チームが2017年の10月にあの。 明らかにされた送電線の空き容量の問題ですが、昨年策定されたエネルギー基本計画では、再エネを主力電源にとこう掲げながら、実際には再エネの新規参入を阻む入り口での入場制限が生じておりました。安田参考人は、送電線への入場制限は技術的問題ではないとされて、空き容量がゼロだという電力会社の決定方法について、 ま客観性や透明性があるかどうか、まこれを疑問視されているかと思います。あの情報開示や基準設定のあり方について、ま現状ではどのような問題があり、あのそれを制度的に解決するためには何が必要だとお考えでしょうか。安田参考人。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と本日意見陳述では述べなかったこともご質問いただいて大変ありがとうございます。送電線空き容量問題、えっ、ー、と私がいろいろデータを 公開されているデータをもとに分析したところ、えー、空き容量がゼロだと言われているところでも空いてるじゃないかという、えー、問題提起をさせていただきましたでこれはですねじゃあ空き容量がないっていうのは嘘なのかとかそういった報道もありましたけどもこれもやはりルールの問題です従来のルールに基づいて計算をすると空き容量はないということになりますのでこれも科学的な結果ですで新しいルール例えば欧州でやっている アメリカの一部でやっているそういったルールを適用したらいやいやまだ使えるところはありますよということになりますですからどちらかが、えー、嘘をついているとか間違ってるではなくて新しい技術に合わせて新しいルールを作っていくことになりますでもう少し詳しくよろしゅうございますでしょうか、えー、分かりやすく例え話でご説明しますと今のルールは水の中水を通すパイプがございましてそこに10台ぐらいポンプが。えー がががってているとするととすすポンププ10台一斉に全部運転しししたらパイプが破裂してしまいますよねだからもう入りませんという状況ですところがポンプが全部10台一斉に動くっていうことはほとんどありえなくて太陽風力火力原子力さまざまに、えー、と特性が違いますのででは実際に流れている量を測ってあるいはシミュレーションとか予測してそれで決めたらどうですか でそういったきめ細かいセンシング、それからシミュレーションの技術を使って予測をする、そういったことが、えー、海外では多く取られていますで、そういう新しいやり方にすると、従来のルールでは空いてないと言われていたものが空いてるようになるという形になりますので、えーと、そういうご理解をしていただけるとありがたいと思います。和田君ありがとうございいますあの続いても 安田参考人に伺いたいのですがあの、世界的には再エネが大きく促進されているにもかかわらず、日本ではエネルギー基本計画で、まあ、2030年度の再エネ目標が22から24%と、世界的に立ち遅れていると思います。で私どもは、その最大の要因は原発や石炭火力に固執をし、再エネの割合を増やそうとしないことにあると考えております。で安田参考人は、日本で再エネの導入促進が阻まれる最大の要因は何だとお考えでしょうか。 先ほどのお話の中で、ヨーロッパなどではあのコストとともに便益が意識をされて、えーまあ、投資も促進している、こういう指摘もされておりますが、あの日本でそういった便益や外部コストが考慮されない、あるいはされにくい、その問題の背景には、何があるとお考えでしょうか安田参考人。えーと今あの,再出の が入らない原因の中に、えー、と原発や石炭のことを取り上げていただきましたけども、えー、と私自身はですね実はどの電源がいいですとかどの電源が悪いですという意見は実は持っておりません何を基準に考えているかというとやはり先ほど申し上げました外部コストが低いことそれからベネフィットが出ることであればどの電源でもよいあるいはそうなるようにどの電源もさまざまな技術革新を えー、しななきゃいけないけそれからそれに合わせてルールを変えていかなきゃいけないということになります。で、えー、そうしますと日本でなぜ新しい技術である再生可能エネルギーが入らないかこれは例えて言うのであれば日本でなぜ、えー、携帯電話やスマホが全然入らないんでしょうか、まあ、現状では入ってますけどもそういうのと同じです。世界中 よその国がいろいろ地道にあのちまなこになって、えー、開発しているそういった投資物件に対してなぜあまり新しいテクノロジーに関心を払わないかというのは単純にやはりルール変更をルールメイキングをみんなでしましょう国民レベルでというところが少し議論が少ないように思います。ででですののの誰ががどの電源が好きだというのではなくて 共通のルールで、さまざまな考え方があっていいんですけれども、それでその中でルールを作りましょう、しかも新しいものに対して早くルール変更をしましょう、そういう理論が残念ながら日本にはちょっと欠けてるんではないかなと、私自身は考えております。山添拓君ありがとうございました